ちこんなに暑いの？それは夏だからじゃないかな、チカちゃん。今年は数十年に一度の暑さだってテレビで言ってたずら。なんか毎年言ってる気がするわね、それ。それだけ異常気象が続いてるってことかしら。午前中に練習しておいてよかったよね。でも午前だけだと練習時間が足りなくなりそう。でもこの炎天下で練習してたら干からびちゃうかも。皆さんもうちょっとシャキッとしてください。ダラダラしているとあっという間に夏休みが終わってしまいますわよ。こんなに暑いのに平然としてるのはダイヤくらいだよ。暑くないの？そういえばこの前おことのお稽古で着物を着ていた時も全然暑そうに見えなかったよ。お姉ちゃんすごい。浸透滅却すれば日もまた涼しですわ。普段から鍛えておけばどうということもありません。堕天使が地獄の豪華に焼かれても平気なのと同じ原理ね。でもよしこちゃんは暑いの苦手ずら。堕天使ヨハネは灼熱の豪華すら武器とし、夏をも我が手中に収めるのよ。壮大な設定ね。それで涼しくなれば練習も快適になるんだけど。涼しい練習場所があるといいよね。体育館は日差しが防げるけど蒸し暑いし、部室は風通しがいいけど狭いし。夏でも涼しいところ。あ、北海道なんて涼しそうじゃない？マリさん、確かに涼しいとは思いますが遠すぎますわ。いい！いいよ、北海道！函館に行けばセイントスノーにも会えるよ。ルビーも行きたい。昨日メールしたらセイラさんもリアちゃんも元気に練習してるって言ってたし。じゃあ会いに行こう。涼しかったら練習もはかどるし。セイラさんとリアちゃんとの練習だったら私たちの練習もレベルアップしそうだよね。でも函館までどうやって行くの？旅費とか宿泊費とか結構かかるんじゃないかな。う、確かに。あ、リアちゃんからメールだ。もしや私たちの思考を読み取って。よしこちゃん考えすぎずら。ルビーちゃん、リアちゃんは何て送ってきたの？来週から夏休みを利用して東京に遊びに来るんだって。すごい、セイントスノーが東京に来るよ。みんなで東京まで行こうよ。今旅費がと話したばかりですわよ。でもセイラさんとリアちゃんも会いたいって言ってるよ。沼津まで来てもらうのはどうかな？東京からだとちょっと遠くないかしら。聞くだけ聞いてみようよ。うちに泊まってもらえたら合宿みたいで楽しいよ。ルビーちゃんお願い。うん、聞いてみるね。セイントスノーは夏でもやっぱりクールよね。一緒に練習できたら楽しそう。私たちも気合が入りそうだよね。来てくれたらみんなで海にも行きたいな。海に向かって打点するのね。セイントスノーがリトルデーモンに加わる日が来るなんて。セイラさんとリアちゃんがリトルデーモンになったら大変ずら。一緒に曲作りができたらいいな。セイントスノーみたいなクールなダンスミュージックにも挑戦したいの。アクアとセイントスノーの曲を交換して歌ったり踊ったりしたらすっごく新鮮だよね。ああ、それはとってもクールなアイディアです。あのかっこいい曲で思いっきり踊れたらすごく刺激をもらえそう。せっかく沼津まで来てくれるのですから、私たちの地元も案内して差し上げたいですわね。長旅の後だからゆっくり温泉にも入ってほしいな。ちかちゃん家の温泉とっても気持ちいいものね。きっとくつろいでもらえるわよ。駿河湾の美味しい海の幸も味わってほしいずら。みんなでご飯も食べたいよね。みんなで食べるなら何がいいかな。そういうことならシャイニーの出番ね。腕によりをかけて作るわよ。
茶いにもいいけど、せっかくだからお刺身とかお寿司とか素材の味を楽しんでもらった方がいいんじゃないかな。漁港の近くには美味しい海鮮料理がたくさんありますし、観光にももってこいの立地ですわ。船もいっぱい泊まってるし、函館とは違った海の魅力も感じてもらえそうだよね。沼津で待ち合わせるなら、美味しいスイーツのお店に招待したいわね。あまりの美味しさに打点するわよ。グランマさんのスイーツはどれも絶品ずら。マルも久しぶりに行きたいずら。ヨシコを虜にする魅惑のスイーツの数々、セイントスノーのおもてなしにぴったりよね。あんまり食べ過ぎないようにね、マリ。食べ過ぎちゃったら練習メニュー増やしちゃうよ。後でみんなで練習するからきっと大丈夫だよ。スイーツはブレーコーってことで。ブレーコーってちょっと意味が違うけど気持ちはわかるな。夏限定メニューも楽しみ。皆さん楽しみなのはわかりますが、スクールアイドルとしての自覚が。そういうダイヤも食べたいでしょ。抹茶のケーキ。それはそうですが。セイラさんとリアちゃんと一緒にしたいこととか行きたいところがたくさんあるね。あ、返信が来たよ。セイラさんとリアちゃんはなんて？沼津まで来てくれるって。みんなと会いたいからお言葉に甘えて泊まりがけでお願いしますって。やったー。来週からみんなで合宿だよ。そうね、テストの点数ならそう。暑いずら、このままだと丸は溶けてしまうずら。くっ、この程度の暑さ、地獄の豪華をも克服した打点師ヨハネには通じないわよ。今日はこの夏の最高記録を更新って朝のニュースで言ってたわね。この前も同じこと言ってたよ。セイラさんとリアちゃんまだかな。予定通りなら次の電車のはずですが。最後のメールが富士山が見えてきたよって書いてあるから、もうすぐなんじゃないかな。富士山が見えてるなら三島くらいまでは来てるね。じゃあそろそろあれの出番だね。ちょっと早いけど広げちゃおう。行くわよ。Welcome to沼津。この横断幕で二人を熱烈歓迎ね。セイラさんとリアちゃんきっと喜んでくれるずら。この気配はセイントスノー。あ、電車が着いたみたい。ルビー、改札まで迎えに行ってくるね。私も一緒に行く。ルビーちゃん待って。セイラさん、リアちゃん、ようこそ沼津。沼津に招待してくれてありがとうございます。別にあなたたちに会いに来たわけじゃないわよ。近かったからついでに。それでも会えて嬉しいよ、リアちゃん。あ、私も会えて嬉しい。北海道から東京、東京から沼津って遠かったよね。暑くて疲れてない？普段から鍛錬していますから、これくらいの暑さは大丈夫です。さすが姉様、私もこのくらい全然平気よ。やっぱりセイントスノーは夏でもクールでかっこいいよ。私たちも見習わなくてはなりませんわね。マルはもう暑くてダメずら。我が漆黒の翼が焼かれる前に一刻も早く結界の中へ。とりあえずちょっと休憩して涼んだ方が良さそうだね。イエース。休憩にぴったりのおしゃれなカフェがあるわよ。ふわっと口の中で溶けていく氷、冷たくて甘くて美味しいずら。デリシャス。これぞキングオブマンゴーの名にふさわしい味ね。果肉入りでとってもジューシー。かき氷でこんなにゴージャスな気分になれるって幸せだよね。
スノグランマさんといえばかき氷だよ。パティシエ特製ソフトクリームもバニラの甘い香りと濃厚な口当たりがとっても美味しいわよ。あー、ソフトクリームも美味しいよね。リコちゃん、一口ちょうだい。自家製シロップのレモンも爽やかで美味しいよ。どれも美味しいから迷っちゃうよね。私は断然宇治金時派ですわ。京都宇治産の抹茶と練乳の組み合わせが最高ですの。涼しい顔してたけど、ケーキじゃなくてかき氷にするあたりダイヤも結構熱かったんだね。私の黒蜜きな粉も食べとく。みんなでカフェってとっても楽しいですね。コーヒーとシュークリームも非常に美味しいです。私はもう少し静かなくらいが落ち着けるけど、せっかくこんなに素敵なカップで紅茶を飲めるんだし。コーヒーと紅茶を頼むと好きなカップが選べるのって嬉しいよね。リアちゃんの選んだカップ、雪みたいに透けるのがとっても綺麗。オーナーのお母様のコレクションなのよね。ガラスケースに収まった美しいカップの数々は見てるだけで打天使心をくすぐられるわ。よしこちゃん、暑さでついに壊れたずら。壊れてなんかいないわよ。普通よ、普通。うん、ケーキ見てくる。マルも見に行くずら。グランマさんに来たらケーキも食べないと。花丸ちゃんもよしこちゃんも完全復活だね。セーラとリアちゃんは大丈夫？ゆっくりくつろいで休憩できましたし、すぐにでも出発できます。むしろ早く動きたくってうずうずしてるかも。今からハードな練習だっていける。待たせたわね、リトルデーモン。打天使をも虜にする、この新感覚スイーツを味わうがいいわ。よしこさん、いきなり何ですの？これはレアチョコキューブね。この美味しさ、打天使も手に登っちゃうんじゃないかしら。口に入れた時のチョコのパリって音が楽しいよね。うーん、美味しい。マルは中のスポンジケーキがふわってなる食感も大好きなんだ。確かにこの食感は他にはない面白い食感ね。生チョコとはまた違ってとっても美味しいね。え姉様、美味しくて楽しくなるお菓子ですね。よく冷やしてあるから口どけもとっても滑らかです。よしこさん、ありがとうございます。これでセイントスノーもリトルデーモンの一員ね。すべて計画通り。よしこちゃん、まだ諦めてなかったのね。よしこちゃんはそういうブレないところがいいところなんだよ、きっと。よし、ゆっくり休めたし、そろそろ出発しよっか。私たちもちょっとは二人にいいところを見せないとね。そうだね。じゃあ今から沼津のいいところを案内するよ。いいところって？そういうところじゃないと思うよ、チカちゃん。広い意味では私たちのいいところになるのかしら。では早速参りましょうか。ご案内いたしますわ。まずは沼津港からかな。深海水族館にも寄ろうよ。その後はデリシャスな深海魚でランチね。深海魚？駿河湾で獲れた新鮮な深海魚はとっても美味しいぞだ。とってもエキサイティングなプランですね。皆さんにお任せしましょう、リア。それでは楽しい沼津観光へ出発。オーグールで冷静沈着。私のことかしら。ねえ、どこに向かってるの？駅はあっちじゃなかった？せっかくだから行きとは違う道を通ろうかなって。いろんなお店があって楽しいんだよ。マルがよく行くマルサン書店ずら。品揃え豊富で頼りになるんだ。ヨハネも魔界との交信によく利用しているわ。貴重な魔術書が揃うのよ。創業者の方が作った船の模型がたくさんあるんだよ。ほら、
入り口にもこんな立派な模型があるの。そういえば2階にもいろいろ展示してあったよね。今度ゆっくり見に行ってみようかな。船の他に SL 模型もあったわね。今にも走り出しそうな精巧な作品よね。本屋さんに模型が展示されているなんて興味深い。姉様、どうしたの？どこからかコーヒーのいい香りが。ヤバコーヒー店ですわね。コーヒーはもちろんですが、軽食のおにぎりもちょっと珍しい種類があって美味しいですわよ。喫茶店におにぎりがあるのって珍しい。店内も落ち着いた雰囲気だし、ゆっくりできそう。どうしても早く読みたい本があるときはついつい寄ってしまうずら。入れたてのコーヒーの匂いもいいよね。ルビー、コーヒーは飲めないけど、あの匂いは好きなんだ。シックで落ち着いたお店だから、私も曲作りの気分転換に来てるの。こうして商店街を眺めてみると、素敵なお店がたくさんあるんですね。みんなでショッピングに行くときは、だいたいここに来てるかも。商店街を一回りすれば、欲しいものもだいたい揃うもんね。あ、そろそろバスの時間だ。走るよ。今日も船がいっぱい。絶景だね。お昼時だから人がいっぱいですわね。先に深海水族館へ行きましょうか。深海水族館？珍しい深海魚がたくさん展示されている水族館ずら。シーラカンスの冷凍模型は世界でここでしか展示されていないんだよ。それは大変興味深いですね。ぜひ拝見したいです。もっと興味が湧いたら、宇宙らの海でダイビングもやろうよ。私の家、ダイビングショップなんだ。みんなでダイビングできたらきっとエキサイティングね。早速案内するわよ。ついてきなさい、リトルデーモン。よしこちゃん、深海魚詳しかったっけ？深海とはすなわち水深200メートル以上。光は届かず、四方すべてから多大な水圧がかかる冷たい暗闇の世界。設定的には地獄とよく似てるずら。設定言うな！とにかく深海にはこの過酷な環境に適応したへんてこな生き物たちがいっぱいいるのよ。漆黒の闇に覆われし、謎のベールに包まれた世界。いにしえより我が眷属の人知を超えた姿に恐怖した。なかなか面白かった。シーラカンスの冷凍模型は展示としても研究資料としても貴重なのね。深海の水圧実験の映像は衝撃的でした。あんな過酷な環境で暮らしていけるなんて、まさに神秘の世界ですね。目の前の駿河湾は日本一深い湾だから、撮影スポットとしても有名なんだ。定期的に採集も行われてるんだよ。そういえば駿河湾の生物を集めた大水槽があった。あ、お昼どうしよっか。そろそろ決めた方がいいね。お魚さんたちを眺めていたら、まる、なんだかお腹が空いてきたずら。少し早いですが、お昼にしましょうか。沼津のお魚を味わってもらういい機会ですし。たくさんお店がありますし、どこに入るか迷ってしまいますね。ここでしか食べられない珍しいものも食べてみたい、姉様。それなら沼津港から上がったベリーフレッシュなお魚を使った海鮮丼やお寿司がおすすめよ。沼津バーガーの深海魚バーガーなんてどうかな。とっても珍しいと思うよ。ロバタ焼きのお店もみんなで焼いて食べられるし、きっと楽しいと思う。どれもとても魅力的ですね。どうしましょうか。11人全員で入れるお店あるといいんだけど。お昼ご飯はグループに分かれてみるのはどうかな。ナイスアイディアね。早速食べたいものを出し合いましょう。レッツランチ。見た目からは想像できなかったけど、深海魚って意外と淡白で美味しい。ユメカサゴなんて身がプリプリしてた。赤エビのとろけるような甘さが驚きでした。こんなに甘いエビは南蛮エビ以外だと初めてかも。
沼津では赤エビって呼んでるけど、角長千尋エビって種類なんだ。冬だともっと甘くて美味しいんだよ。あ、セイラさん、リアちゃん、深海魚バーガー一口どう？恐るべし胃袋。ズラ丸、あんた海鮮丼食べたばかりよね。ねえみんな、沼津港まで来たし竜王に登ろうよ。素敵な眺め、沼津港だけじゃなくて遠くの方までずっと見渡せますね。今日はいいお天気だし、富士山だけじゃなくて南アルプスの山も見えるよ。夕方に来ると夕日がとっても綺麗なのよね。季節によっていろいろな楽しみ方ができるのも面白いですわね。展望台からの景色ってそんなに変わるもの？夏は太陽が山の方に沈むんだけど、冬は海に夕日が入って水面がキラキラするの。冬のお昼過ぎに見られるプリズム現象もとっても綺麗よね。海に反射した太陽の光がガラスを通って虹色の光を天井に映すの。あれは何度見ても感動するよね。夏も見られたらいいんだけど。皆さんの学校はここから見えますか？ここからだとさすがに見えないけど、どうして？いい機会ですし、皆さんの学校に行ってみたいです。見てみたいかも、あなたたちの部室。もちろんですわ。早速向かいましょう。暑いからって引きこもってるんじゃないでしょうね。ここが私たちの部室だよ。11人だとちょっと狭いかもだけど、どうぞ。ここがアクアの部室。意外と片付いてる。床にあるこの不思議な模様は何に使うの？クックック、これは我が眷属の召喚に用いる暗黒秘術の魔法陣。今こそ稲よリトルデーモン。ずらー、皆さん個性的でとても楽しそうですね。普段の練習もここでやっているのですか？普段の練習は屋上でやることが多いかな。夏場は日陰がなくて大変だけど、海も富士山も見えてとっても気持ちいいの。今から屋上へ行ける？うん、案内するね。ここが屋上。思っていたよりも広い。9人で思い切り動ける場所なんですね。風が通ってこの時間は気持ちいいかも。私ね、ここからの景色が大好きなんだ。海も山も遠くまで見渡せて、空も近くて。宇宙らのいいところがたくさん見られるもんね。粟島にも案内したいな。粟島ってどこ？ここから見える？あの富士山の手前に見える島が粟島です。私とカナンの家があるの。粟島にもぜひ行ってみたいです。自然が多くてとても綺麗な島なんでしょうね。ええ、とても美しい海に囲まれた緑あふれる島ですわ。そうだ、せっかくだから日が暮れる前に海に行こうよ。今から？バス間に合うかしら？走れば間に合いそうだよ。セイラさん、リアちゃん、走れる？ええ、普段から鍛えていますから問題ないです。必要ならここから海までだって走れる。やっぱりセイントスノーは鍛え方が違うずら。よし、それじゃあバス停までみんなで走るよ。頑張るビー。ここまで来ると富士山がよく見えますね。あの島が粟島ですか？ That's right。 意外と近くてびっくりしたでしょ。近いけど橋は見当たらない。もしかして船で移動してるの？そうだよ、マリちゃんとカナンちゃんの家に行くのに船に乗れるから私はとっても楽しいよ。橋があれば行き来がもっとスムーズだと思いますが、あえてかけていないんですね。うん、橋がかかっていたら便利だとは思うけど、宇宙らの海が変わっちゃうのは困るし、これでいいんだ。私もこの景色が大好きだから今のままがいいかな。リコちゃんはここの景色本当に好きだよね。
私も大好き。くっくっく。天より注ぎし光は赤く海へ溶けゆく。ラテン師ヨハネの漆黒の時間が訪れるであろう。もうすっかり夕方ですわね。夕日に染まる海が今日は一段と美しく感じますわ。みんなで見る景色っていつもよりずっと特別って感じがするよね。みんなで夕焼けが見られてよかったズラ。走った甲斐があったよね。本当に嫌い。こんなにゆっくり夕焼けを見ることってない。アクアの魅力の秘密をまた一つ知ることができたかも。本当に素敵なところですね。沼津も内浦も。極楽極楽。広いお風呂って足を伸ばして入れるのがいいよね。泳ぎたくなっちゃう。私たちだけだしちょっとだけ泳いじゃおっか。お行儀が悪いですわよ。小さな子供ならともかく、ちかちゃんのお家のお風呂にみんなで入るのって久しぶりかも。うーん、気持ちいいずら。わあ、この心地よい湯加減。気をつけないと昇天してしまいそう。ゆったりとくつろげますね。ついつい長湯してしまいそうです。その気持ちわかるかも。隣に住んでるからよくお邪魔するけど毎回ゆっくりしちゃうもの。お風呂上がりのアイスも楽しみなのよ。冬はみかん派だけど夏のお風呂上がりのアイスは最高だよね。お風呂でゆっくり温まった後はみんなでアイス食べたいね。買い物、付き合う、夜の海も見に行きたいし。じゃあお風呂上がりはみんなでアイスの買い出しで決まりね。ついにこの打天使ヨハネのファイナルラグナロクが炸裂する時ね。ヨシコちゃん、チョキを出す気ならやめておいた方がいいずら。みんなでいろんなことできるのってすごく楽しいね。セイラさん、リアちゃん、来てくれて本当にありがとう。私たちの方こそお誘いいただいて本当にありがとうございます。この夏にやりたかったこと全部できた気がします。すごく賑やかだけど、こういうのもたまには悪くない。この夏にやりたかったことか。あ、アイスの買い出しついでに花火も買ってこようよ。ああ、いいね。みんなで花火できたらいいなって思ってたんだ。大人数だし、ゴージャスな花火のセットにしましょう。たくさん入っているセットの方が皆さんに行き渡りますしね。私は線香花火をゆっくり楽しみたいですわ。自分の家なのにこんなにワクワクした気持ちで過ごせるなんて幸せだよ。幸せすぎて今夜は眠れないかも。こんなに楽しいと眠っちゃうのがもったいないわね。ずっとおしゃべりして起きていられたらいいのに。気がついたら朝になってたりして。でも夏休みだしそんな日があってもいいかもね。マルもセイラさんとリアちゃんともっともっとおしゃべりしたいずら。今夜は特別に打天使ヨハネのサーガを夜通し語ってあげてもいいわよ。いつもは早く寝るけど今日は特別みんなに付き合ってあげてもいい。いいでしょ姉様。ええ、私もそのつもりでいるわ。眠くなるまでみんなとおしゃべりして過ごしましょう。みんな同じ気持ちなんだね。じゃあスクールアイドルのお話をしながら寝ようよ。きっと夢でも続きが見られると思うんだ。じゃあ今日はアクアとセイントスノーのみんなでとことん楽しんじゃおう。暑いから